どうも、それはなよです。今回から救済企画といって、いろんなキャラを救済していく、勝手に救済していこうかなと思います。決闘に必要なのはロマンのみ。私のように決闘がそんなに得意じゃない人間でも、ロマンを求めれば決闘は楽しくなるに決まっている。ということで、今回第1回目に救済するのはこちら、テニスの王子様から雪村誠一。あらまあ、よっしゃ。このキャラはね、最初の方からね、究極級を張ってたなかなかの強キャラなんですが、インフレの波に押され気味でございます。雪村くんはこんな強さじゃないぞというのをね、私が見せていきたいと思いますよ。見せれればいいですね。必殺技五感剥奪、敵艦隊にダメージと 108% ダメージの毒を付与するということです。はい、特性は 25% レジェンドが 5% の時、必殺技与えるダメージ 20% アップ、 HP が 70% 以下の時、ジャンプ中1個赤プチに変換と。いいじゃないですか。そして運特性は2個以上繋いだターンの攻撃力を結構がっつり 25% ぐらい上げるといった感じでございます。今回はこの雪村誠一妖怪護パーティーで決闘何戦かしていきたいと思います。ではやっていきましょう。対戦お願いします。鬼滅パーティーですね。おっと、3枠目に嫌なキャラがいますよ。これやべえやべえ。頑張れ雪。じゃあ行きましょう。まずは攻撃力アップかけて、で防護パッチで必殺プッチ作りつつ、必殺じゃねえわ、必殺上げて攻撃上げて、これはディオで殴りましょう。一回いいですね。 OK、 次はここは結構削り切った方がいいですよ。次のターン死ぬかもしれませんからね。後半の相性が悪い。ではまずは弱体がつけます。そしてせっかく作ったハートプチ全部消します。でついでにキプチも消して連鎖が終わっている。おっと負けそうだ。はい、攻撃力上げていきます。吸収される、死にそうだ。これ以上上げられたら困る。2個吸収だったらどうにかなるぞ。ではまずは、はい、反撃付与して、はい、バフかけて、ういうい、これは割っていきましょう。割って5個割のレジェンド。はいはいはい、レジェンドはね、攻撃バランスタイプの必殺力上げて、ガンガン上げて、そして毒耐性ダウン、これがキーポイントだ。次にしっかりつなげていく。はい、いけ。1回対3連覇に仕掛けます。なし、強すぎる。そうね、強すぎるぞ。さあここをね、どうやって乗り切るかですよ。しっかりドック食らってますけど、1割だったらどうにかなりそう。ボルト使って、そしてユーノを使って、ワリーノ、そして吸収。さあ4列目までいった。理想ムーブ、よいしょー、ありがとうございます。やっぱりな、立海大、上昇立海大、3連覇に資格はないのだ。やったぜー。よいしょ、対戦お願いします。今回はもう属性が近いですね。ではまずはしっかり攻撃力上げて、はい、虹プチ必殺ダメ上げて、はい、青プチ消して、これはディオ割りですね。ディオで割ります。ディオのバフをね、しっかりかけていきますよ。うわ、すごい虹プチの連鎖が。あら、ここは使えた方がいいですね。よっしゃ、弱体化かけまして、
とミスター使いまして、おいそ終わりましょうか。まずはで、ここでまだバフを上げていく。いや、しっかりね爆弾もねくっつけて相手にこう圧をかけていきますよ。おーっと、とんでもない割られ方したシルトー。しかし立海大の3連覇に資格はない。うおー、うん、そう、連鎖的にここを作って割っていく。でレジェンド使いまして、で毒耐性をダウンさせて、おお、もうすごいすごいギチギチ、口角ギチギチです、ギチギチですよ、いきますよ、いけ、痛いって聞いた。おお、そんなに食らった。あ、反撃もしっかり効いて、で爆弾ナイス。ここからが腕の見せ所だ。最後しっかり決めてってくださいね。逆襲があるからね、最後美味しいところを持ってって、レジェンド溜まった、完璧です。そして現地ちゃんで一気に攻める。よし、相手も緑、しかしねユッキーのね五感、ユッキーが未来を奪っていますからね。あっ、アンサーイップスにかかってしまえ、いけ、よっしゃ、ありがとうございます。一回でに資格はない、イエー、資格なし。はい、対戦お願いします。すごい苦手なパーティーかもしれない。苦手パーティーにも奥さんと行く、それが上昇立海大の掟だからな、行くぜ。まずはしっかりバフをねかけていく。しかしここはこうして利用割りでしっかりね必殺機を作りながら相手の攻撃エも忘れない。これが上昇立海大だ。どんな野良試合でも負けることは許されない、それが立海大の掟だからな。あんまりダメージが入っていない、相手の体力もなかなか分厚いぞ。弱体化かけていき、ここはアートピッチ電消ししていって、でミスターの覚悟はここからだ、いきましょう、2個割り。しかしこっからずっときついぞ。やけどか、だるい、この4つ割りは痛い。さあ、ここが耐え時だが、まだレジェンド溜まっているからレジェンド行きます。そして反撃つけます。はい、毒耐性ダウンつけます。はい、攻撃力アップつけます。君の未来奪わせてもらうよ、行きましょう。牛タンの未来奪わせてもらうよ、ユッキー頼むよ、ユッキーお願いします、お手柔らかに。うおー、死にぞいい感じに毒と爆弾が回ってる。はい、ボルト作ってしっかりガードも張る、いい感じに繋がったので割ってってレジェンド発動。さあ行きましょう、現地でとどめだ、とどめでござんす。相手もこの義勇は逆襲使うんで結構きついですよ、二人ともね疲弊してる状態なんで。さあ、どっちか来る、めちゃめちゃ来るが、浮いて君の未来奪わせてもらうよ、来たー、判定勝利、立海大付属3連覇に資格なし。はい、ということで今回は雪村誠一救済要介護決闘パーティーを使ってみた動画でございました。他にも救済欲しいしてほしいキャラをこれからもどんどんアップしていこうと思いますので、皆さんチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ではまた別の動画で会いましょう。それはないようでした。バイバイ。